ラスト中ですよ、ラスト中。これ最後です、これ最後です。はい、よろしいですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。オッケー、ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、カツラ疑惑とかね。これ本物なんだ、これ。いや、それも だいぶ溶けてきました。本物だって思ってます。思ってます。ちょっと引っ張ってみてください。いや、引っ張ってもいいよ。みんなの前でガバッて掴めよ。いや、もっとガッと。はい、あれ、はい、本物です。いや、本物なんだ。ひなこさんは、カンブリさんに何かこう、差し押したりはないですか。ないです。それは大丈夫です。はい。カンブリさんももうこれ以上はないですか。いや、実言うと、まだ今住んでる家が20坪なんですけど、いろいろご同輩とか、いろいろ対外的には35坪って嘘ついてました。本人は知りません。なんだって、いや、広さ差し押した。俺はもう見え張ってばっかり言ってね、嘘ばっかりしなんだ。でも彼女はね、一番嫌なのは 嘘をつくことは嫌なって言うんでね、彼女には嘘はもう一切神さんにしかって言いません。嘘ついてないですか。嘘ついてない。本当ですか。もうない。アイライト演歌をですね、ちょっと美奈子さんの名前に変えてもらってちょっと歌ってもらうことができますか。ああ、これはもうごく私映画俳優、映画じゃなくて歌手だから。いつから映画俳優。じゃあ、炎ってことでね。I like 美奈子、 I like 美奈子、かけた男の道ならばどこまでもだな。